願いします。お願いします。今まで一番気が楽なラジオだね。本当？うん、だって緊張しないもん、相手が言ってるからさ。そう。時刻は1時になりました。シンガーソングライターとのこのポップポップポップのお時間です。あー、ごめんなさい。時刻は1時になりました。シンガーソングライターとのこのポップポップポップのお時間です。というわけで、こんにちは、シンガーソングライターのともこと申します。ポップポップポップ、今回で3回目ということでありがとうございます。3月の半ばに入りまして、すっかり春めいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私春服が好きなので、最近毎朝春服を選ぶのがすごく楽しくてルンルンしてますが、昨日あれですね、夜ちょっと地震ありましたが、皆さんも大丈夫でしたでしょうか。なんか大きいのが来た後って、その後なんか続きやすいっていうので、この後もね、ちょっと引き続き気をつけていただきたいなと思うんですが、このねラジオの時間ぐらいはちょっとでも気分転換してもらえたら嬉しいなと思います。というわけでね、今月も楽しく明るくポップな30分間をお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、じゃあここで1曲聴いていただきたいと思います。ともこで My Best Friends。 早速やるかい。や、思ったよね、格が上がってないなって思って、あれ、俺がして逆かなと思って天才やもうダメだめっちゃ調子狂ってるから。いやー、すごいもう怖くないかも、何にも。そうだね、どっかで行ってやろうちょっと実はみたいな。前回はフライングで喋り出しちゃったの毎回やらかしてんだ。じゃあね、今3回目なんで、まあ、どうしようね、どうしようね、こんなんで10回目とかでやっとったらおってないかもしれないけど、でももうあれよ、よく聞いてるけど、ラジオいろんなのベテランのパーソナリティの方に格が上げ忘れる、めっちゃやるからねもうね、喋ったら勝手に上がるようになってほしい、マジでいやいやいや、ほんとにしんどいわ、もう一番右にもう一方、多分俺のユーザーがいる。あ、よくわかるね。だからさっき会釈して会釈されたから、じゃあ見てもらうと、あの子ね、あ、待って、ビデオも気をつけてね。あ、そうですそれだけ言っとくね。そうだ、ありがとうございます。私のニューシングルですね、マイベストフレンズ聴いていただきました、ありがとうございます。というわけで、今回はですね、前回から告知していた通り、ゲストをお招きしております。ご紹介します。教育 YouTuber のハイチさんです。はい、よろしくお願いします。ハイチです、お邪魔しますいらっしゃい。どうですか、ラジオ。どうですか、ラジオ。いや、楽しんでますけど。本当ですか。いや、なんかテンション高くないですか。初っ端から格を上げ忘れるのも目の前で見たから。あ、そう、そう、なんか本番始まる前に、いや、さ、上げ忘れとかあるよねって言いながら、そう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 、やり合って、その後しっかりトークするからすげえなーって思って気持ちの切り替えはピカイチなので、そう、プロですね、ありがとうございますというわけで、今回ね、初めましての方もねいらっしゃると思うので、ちょっと簡単にハイチさんのご紹介をさせていただければなと思います。ハイチさんはですね、2児の父であり、教育 YouTuber をされております。2012年6月に YouTube チャンネル、とある男が授業をしてみたを開設。現在ではチャンネル登録者数170万人超え、累計再生回数も5億回を突破。YouTube にとどまらず、テレビ出演や本の執筆もこなす教育 YouTuber の第一人者となっております。素晴らしい雑最後ありがとうございます、紹介いただいて。そう、こんなに多分緩いのは、はい、もう付き合いが長いからだと思うんですけどそう、私が中3の頃なので、そう、もう15年ぐらいですよね
そうなんですよ。だから今日なんかね、普段も 仲いいからどのテンションで参加したらいいんだろうっていう、そのテンションのね位置が定まってないのよ。どこまでフレンドリー感出していいのかなっていう。多分基本仕事だと思わないでいい感じ。そう、あの本当にあのトモさんのお部屋になんかちょっと喋りに来たよみたいなテンションで、うん、なるほど、あの話せないトークだけ気をつけながらってことね。そう、時間帯がちょっとあるのでどういう関係だろう、気をつけていただければと思います。で、今回お越しいただいたのも、先月2月28日に PV が公開されました、この場所からっていう卒業ソングがね一緒に作らせていただいたんですけども、はい、せっかくなのでね、そのお話をいろいろできたらなと思って、いいタイミングでねスケジュール合いましたね。ありがとうございます。いや本当ありがとうございます。こちらこそです。なんで作ろうってなったのそもそも質問すごいありがたいんですけど、一発目びっくりしましたね。突然来ましたねなんで作ろうっていうのは、もともと卒業ソングを作りたいってのは昔から思っていたんですよね、うんうん。で、もともとは自分が合唱が好きなので、自分が携わった曲を卒業式で歌ってくれるのを見たいなっていう自分の欲望が、あ、まあ、スタートからあったんですよ。ただやっぱりこの 2,3 年前からコロナが広がった時に、子どもたちのいろんな相談がこう、まあ、今受けてるんですけど、うん、この子たちのために何かをしたいなっていうのが動機に加わって、うん、で本当はもうちょっと先に作るはずだったんですよ、 2,3 年ぐらい先、プランとしては、うん、ですけど、やっぱりこれコロナ禍で苦しんでる子たちのなんか門出を祝いたいなってことで、ちょっと急ピッチで進めて、できたっていう感じ。確かに確かに、具体的に動き出してからすごいあっという間だったなっていう。そうですね、多分トモさんに声かけたらもう結構パッてやってみたいな感じだったと思うんですけど、多分具体的に話固まってからは 3,4 ヶ月で全部完成させたかもしれないですね、うんね、なんかプロって仕事早いんだなって思ったかもしれないそれはもう自分も含めてでしょでも本当、でも公開されてから多分今2週間ちょっと経って、はい、再生回数が多分10万回を超えて、そうですね、結構聞いてもらえてて、ね、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございますどっちの立場で言ってるか分かんないよね、まあ、確かにね、そう、そんなんよ、歌ってるから、うん、ありがとうございますなんだろうけど、うん、でもなんかどっかおめでとうございますね、作ったね、一応プロデューサーだからね、そうそうあって、はい、そうなん、なんか反響とかありました周り。あ、でも思ったよりもこうプラスのもプラスに受け取ってくれてるなとは思っていて、いや正直不安だったよあれ。なんかすごい圧を感じてたよね、なんかプレッシャーとかさ、感じてた緊張してたしね。正直 PV もすごいいいものができたと思ってるし、歌声に関しても歌詞に関しても納得いくものが全部できたんだけども、うん、歌詞も歌詞だし、コロナ禍の子たちのためっていうのがやっぱり思いっきり出てる PV なので、うん、ね、やこうなんだろう、自分が A で A の意味で発信してもさ、うん、Z で受け取られる可能性もあったから、ドキドキだった、うん、どう受け取られるんだろうなって。確かに緊張してたね、緊張してたなんかそれもすごく感じてて、2,3 日前から胃が痛くて、本当にもうご飯食べれなかったしね、あんま、どうぞ私ワクワクでしょうがなかったんだけど私楽しみしかなかった、早く見て早く見てみたいなね、やっぱそう思ってもらえる、ね、うん、作品だったからすごい嬉しかったけど、それはそう自信しかなかったから、おーかっこいいいやだってそう、この場所からって何ぞやと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、今回作曲にAKB48 ポニーテールとシュシュとか、あと嵐のね楽曲とか、本当もう作家界の本当に素晴らしい方をね、そう、多田慎也さんっていう作曲家さんがいらっしゃるんですけど、うん、あの方をお招きしてるのって絶対間違いないだろうっていうのがあって、ね、でもなんかこう曲を作る時って、じゃあこういう感じでお願いしますって作家さんにまず話をして、うん、多田さんから最初多田さんが仮歌詞を書いて、うんうん、仮歌を歌ってみたいな、ワンコーラスのデモ、うん、なんかこんな感じどうですみたいな、はいはいはい、届いたじゃないですか、はい、あれ聞いた時の率直な感想とかどんな感じでした？あれめちゃめちゃ鳥肌立たなかった立ったって思ったもうさ、なんかワン最初のワンコーラスで、あ、神曲来たって思ったよね正直なんかイントロから歌みたいな言ってたよね。これあもう名曲決まったみたいな、もう確定演出だったもんね、あの時点で。確かに確かに、これだけ本当すごいインパクトがある曲を作ってくださって、うん、で自分もすごい嬉しかったしありがたかったんだけど、うん、一個困ったのは、うん、今回歌詞だけ自分担当させてもらったじゃないですか。歌詞も良かったんで、ね、仮歌詞にすごい引っ張られるっていうことが
かに怒って、だって相当締め切り伸ばしてもらったもんね、無理、ちょっとごめんまだ無理みたいな、どうかなって言ったらまだ一文字も書けてないみたいな。いや本当歌詞はすごい苦労はしたけど、うん、曲をいただいた時はもう感謝しかなかった。そうだね、うん、本当に曲作ってって電話した時に田野さんに本当このテンションで話してたんだけど、うん、やるやるみたいな、本当にすぐ言ってくれて、ね、あの田田さんがね。ね、聞く人が聞いたら、ね、あのタダだぞってなるわけじゃん。本当に、うん、本当にそれを曲作ってって言える友がすごいけど。いや本当ね、こういうのは改まるよりも勢いだと思って。さすがです。そうね、いやでも本当に愛知くんの LINE からすごく喜んでくれたのとか、はい、興奮してくれてるのがすごい伝わってたから。そうね、ね、あんまり感情を表に出す LINE は送らないんだけど普段そんなに。そうだね、そうだね、あの時すごかったと思う。いや本当鳥肌すごくてさ。あやっぱりプロってすげえなって。そうだったね、プロの仕事だったね、うん、確かに。なんか本当に多田さんもなんかもういいものを作ろうっていう一心ですごいやってくれてて、うん、でそれはレコーディングとかでもすごく感じてたんだけど、うん、でもさ作詞のしてるとこってもう誰も知らないじゃない、作業してるとこって、はいはいはい、そうだからなんかどんな感じだったんだろうなって私結構気になってて、うん、でもなんか書き出してなんか最後めっちゃ早かったよね。そう、最後はスタート切ってあいけると思った時があのねある日の深夜のね0時回ったぐらいだったのよ。これいけるかもしんないって思ったフレーズが来た時があって、うん、そっから朝の3時半か4時ぐらいまでもう絶対ここ逃したら終わると思って、うん、もう一気に書いて、でもそこから2時間寝て息子6時半に起こしてそうパパやりながらだから、ね、めっちゃ眠不足だったけど。確かに。でもあの日はそうだね、僕この日に決めようって言う時だった。私その日さ起きてなかった。起きて起きてた、なんかすぐ見た気がする。そう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 、だって基本的に3時2時に LINE 送っても帰ってくるじゃん、いつも。うん、基本起きてる。おかしい。起きてる。そうでもほんと苦しいんだって言うけどもよくないけど、うん、大変だったね、歌詞に関しては。なんか海の苦しみってあるよね、うん、なんか作業も地味だし。そうだね、うん、確かに。え、じゃあこの1曲を通して、うん、ハイチ君的に一番こだわったことって、うんうん、なんかありますか？こだわったことはなんか名曲って言われる卒業ソングって多分長く愛される曲だと思うんだけど、うんうん、そこはもう狙わずにって言ったら失礼だけど、うんうんうん、今のこの中で苦しんだ子たちのための歌にしたかった、うんうん、だからもちろんコロナが収まったらさ過去の曲になる可能性はもちろんあるんだけれど、うん、それはそれでいいし、うん、だってあのコロナで苦しんだ期間があったことは事実だから、そうだね、だからちゃんと今の子たちのための歌にしようっていうのは大事にして、うん、多分 PV 作るのもそうだし歌詞にしてもっていうのはこだわったかも。確かに歌詞も PV も一言で感想を言うならリアルだよね。リアルだと思う、うん、ものすごくリアルにしてもらった。そうだよね、うん、なんか歌詞もなんかよくある売れ線の歌詞みたいなのにして、うん、なんかもっと耳障りよくするんだったら多分、うん、じゃあこうしようかこうしようかっていう作業があったのかもしれないんだけど、うん、歌詞をもらった時にあもう直す必要ないなと思って直しちゃいけないこれはみたいな。あーそれねめっちゃ売れてね、それね、うん、ちょっとね送った時びっくりしたんだよね。その見せたじゃん、うん、LINE で送ったじゃん歌詞を、うん、あの時にトモも多田さんも修正ゼロで返してくれたでしょ、うん、あの時にゼロだったね。絶対に修正されると思ったのよ。だってプロが見たらさその語尾のこととか絶対あるじゃん、うん、音の関係が、うんうん、俺はそこが分からないから、うん、でもそれをなしでこう返してくれた時に、うん、あ組んでくれたんだろうなっていうのをすごい感じて、だって今回多分 PV 見ていただければ分かるんだけどちょっと多分音で耳障りがちょっと違和感あるし絶対あると思うのよ音の関係 で、うんうん、でそれをでもそのままあえて残してくれたのも、うん、きっとそういったことを組んでくれたりとかなんかそこあるのかなって、うん、なんか商業的な作業入れたくなかったのが分かる。そういうのいやありがたいよ ね、 うんし、なんかほらこの音とかこれにこの文字を入れたらこの母音を入れたら歌いづらいよねとか、うん、そういうのもちろんあるんだけどそんなものはそんなものは別に私がちゃんと歌えばいいし、うん、なんとかすればいいだけだから、かっこいいね、そこでね私のファンの方にもかっこいいって言われたからだから何回か言ってる言ってんだそう使い回
回してるんだけど。いや本当に、でも YouTube のコメント、うん、めっちゃ見たの、はいはいはい、あめっちゃ、俺より読んだもんね、多分600件以上あるからさ、まだ全部読み切れてないもん俺まだきっと。もうね、もう初日からずっと読まないと間に合わないと思って、もう全部読んで、でもみんなのなんかエピソードとか、うん、学校生活とか卒業のエピソードとか、うんうん、なんかいろいろあって、なんかすごい、なんか自分ちゃんとしようって思って、だからみんなにすごく綺麗な気持ちをいただいて、ちょっと汚れた部分が、ね、あ、なんか大人になるってこう悪いこともさ、うんうん、入ってくるじゃない、もちろんもちろん、だからあ忘れてたこといっぱいあるなと思って、でも多分リアルだからこそリアルに感じてくれたんだろうなとは思ってて、でも逆にそのリアルにするからこそ怖かったんよね、うん、ちょっと傷をえぐるじゃないけど、ね、傷口に塩を塗る可能性もあったプロジェクトだったから、もちろんなんだろう、コメントになくてもさ、そう受け取っちゃった方はいるかもしれないけど、でも全員がさ、全員にこうプラスに受け取ってもらう楽曲がきっとないから、確かにあれはあれで正解だったんじゃないかなとは思ってるけどね。で、人の心を動かすって、人の心に少しばかりでも入らないといけないじゃん、うんうんうん、そうだから怖いよね、それはねすごいわかる。そうな、確かに。えでも本当にね、ですね、ともさんのねお便りも来てるわけですよ。ごめんね、めっちゃ大丈夫、めっちゃ今見てる、テンパって今パスワード打ちまくったからね。パスワード全然わかんなくなっちゃった。一個だけ読もうかな。はい、どうぞどうぞ。ラジオネームトモコ 100% さん、アキラ 100% みたいな感じで来たけど、愛されてんな、いいよ、どうぞどうぞ。でもこの人お盆とか使わない系の人なんだけど、そうそう、むくるとかやろうもいい。なるほど。トモちゃん、ハイチさん、こんにちは。こんにちは。この場所から公開おめでとうございます。歌詞もメロディーも歌もすべてが素敵で、聴くたびにほろりとしてしまいます。この曲は卒業ソングという枠だけでなく、もっともっとたくさんのすべての世代の人に聴いてほしいし、そして羽ばたいていってほしいです。ありがとう。ありがとう。だっていや泣いちゃうやつ、ね、泣いちゃうやつだね。気をつけないと泣いちゃうやつだこれ。でも本当に学生だけじゃないなっていうのはすごい思った。うん、そうだね。ね、さっきこだわり聞いてもらった時にさ、うん、リアルって話はしたんだけど、うんうんうん、もう一個は結構今回の歌詞でネガティブな気持ちの部分やっぱ書いてるんだよね、うん、後ろ向きな気持ち、ね、だけど、うん、それを受け止めた上で前を向こうよっていう風なスタンスにしたかったので、うん、自分の中でちょっとした応援ソングにもなってほしかったのよ。あ、そうだね。そうだから、なんかそういう風に受け取ってもらえたのはすごく嬉しかったし、うん、公開されてから俺のとこにさ、学校の現役の先生から結構コメント来てて、先生もそういう風に受け取ってくれた方が多かったから、大人にも響いてんだね。嬉しかったね、そこはね。嬉しいね、うん、でも本当大人にもちゃんと寄り添って、大人の人がなんかこう立ち止まってる時とかもなんかちょっと背中を押してあげれるような曲にはなったなっていうのはすごく思うから、ちょっとたくさんの人に聴いてほしいなと。頑張ります。頑張ります。どうする、ハイチ君。はい、この後聴いてもらおうと思うんですが、はい、曲紹介をじゃあハイチ君にお願いしてもいいですか。なんで曲紹介するだけやん。じゃあいいんですか。はい、じゃあ聴いてください、この場所から。まさかのね。いや、いい曲だ。いや、この前奏やばいよな。いいよね、この前奏は。聞いてなかったんだけど、うん、いい曲だね。なんかこうふと聴きに行きたくなる曲だったらいいなと思うんだよね。そうだね、そう、確かに。なんかこう激リピスしてる曲じゃないと思ってて、うんうんうん、なんかちょっとこう疲れた時とかに。確かに、うん、でも予定より10万早かったと思う。本当？うん、いい歌声ですね、お姉さん。やめろやめろ。褒められてた。そうそうそう。でもその辺は今回多田さんにめっちゃ強くしてもらったから、レコーディングね。そう、レコーディングもそうし、なんかその後もすごい力説してくれてた。あ、
ちょっとね送ってくれてたけど、原さんの言葉があったかいよな。あの人人だもんね、ちゃんとね。うん、すごいと思う。業界の中でも座れていられるっていうのは。確かに。あ、聞けてるっぽいね、あの二人。多分。さすが。すげえ、しかも2番も出るよね。あ、フルちゃんと。ここはフルでいく。だから自分もワンコーラスにしたの。あ、なるほど、ね、でいつも3曲流すんだけど、すいません、ね、今回いっぱい喋ろうと思って。すいませんね、申し訳ない。でも足んないな、実家よくまた来て。僕は全然いくらでも足らないよ、足らないよね。3の倍数ぐらいで今でもね。あ、そうだね、そうだね。それ来すぎか。あれ、月1じゃねえや、2週間に1回やってる、これ、うん、あ、月1、月1、そう、毎月第3木曜だ、ね、あ、そうかそうか。あの、男性はホモさんとなんだろう。え、絶対違うと思う。あ、違うか。なんか、うちのファンの人はね、うん、静かに応援してくれる人が多い、ね、キャーってよりも。なるほどなるほど、うん、そうなんだよ。さっきめっちゃテンパっちゃった。そう、打ち込みじゃないと思う。まあ、MC 緊張するよね。回さなきゃって思うからさ。本当だよ。そうだね。あなたの番組だから。本当に。いい曲。あれだな、 YouTube でかけてもらったの初だろうな。きっと。絶対ないからさ。確かに。なんか今年いろいろ売れたくない？今年っていうかさ、この前誕生日だったじゃん、うん、で、さっき読みながら思ったんだけど、2012年って10年2012年ってちょうど10年前じゃん。そうだよ、10周年だから俺。アニバーサリーじゃん。まあ一応な。すごい。そうそう、一応ね。なんかしないの？10周年な、コロナがなければって感じかな。あ、まあね。そうそう、アニバーサリー。自分で言ったか。ちょっと思わなかった。アニバーサリーって面白いね。そこつぼった。はい、ありがとうございます。この場所から聞いていただきました。なんか浸ってしまいましたね。フルでありがとうございます。いや、もうフルで流すために今日の構成を考えたから、すいません、ありがとうございます。じゃ、ちょっとだけお便り紹介しようかなと思うんですが、はい、ラジオネーム岡山の22歳。わかる、わかるでしょ、なんか。はい、トモさん、ハイチ先生、こんにちは。こんにちは。お二人には私が中学時代からずっとお世話になっていますが、私がしんどい時にもずっと支えてくださったから頑張れたことがたくさんあるのと最近振り返ることが多かったです。トモさんの活動やハイチ先生の活動を応援する側なのに、こんな私をいつも応援してくださっていたので本当に感謝してもしきれません。ありがとうございます。この場所からがたくさんの方に知られる曲となり、また学校などで歌われる素敵な曲となりますように。これからもお二人をずっとずっと岡山から応援しています。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。本当にたくさんの生徒さんをお持ちで。いやいやいや、でも持ちつ持たれつですからね。本当に感謝言ってもらえることは多いですけど、この活動してて、ハイチさんのおかげでって言われるけど、うんうん、いやでもハイチさんのおかげでって言ってるそのコメントに俺がどんだけ救われてるかっていう話なので。でもネット活動ってさ、うん、いいことだけじゃないから、うん、そうだ ね、やっぱアンチというかね、嫌なこともやっぱ目にするわけだから、うん、その中で支えられてるわけだし、本当持ちつ持たれつだなって思ってますけどね。なんかハイチくんも強くなったよね。まあ、昔の弱い時、弱い時っていうか、うんうね、より繊細だった時を知ってるからね。そうだね、なんか思った。そう、さっきその紹介文読みながら思ったんですけど、今年10周年。そうなんですよ。早いもので。ありがとうございます。ありがとうございます。どうする？10年取ったよ。YouTube 始めてから。確かに。ね、27だったのに。いや、本当に。それは私も年取るわってすごい思うんだけど。まあ、永遠の17歳だからね。そろそろ18にしようと思っているんだけど。誤差いや、10年振り返ってどうですか？
振り返ってか、でもあっという間だったと思います。過ぎちゃえば、うん、やっぱり、うんうん、でまあ本当いいことだけじゃなかったですけど、うん、もう10年ガラッとまとめちゃうと楽しかったですよ、うん、本当に、うん、だと思う。嫌なことも含めて、うん、だからもう一回もし人生やり直したらきっと同じ道をたどるだろうし。素晴らしい生き方だ、ね、ありがとうございます。だからよく言うならもうちょっと早く始めたかったね。あ、自分がさ、うん、10代後半とか大学生の時とかに YouTube あったらさ、もっと早く始められるじゃん。確かっていうのはちょっと思うけど、うん、まあ、それはね言ったらキリがないから、まあ、でも必要な時間だったんだろうね、そこまでもね。いやと思います本当に、うん、ね、いろんな仕事やってから YouTube やってるので、うんうん、まあそれは思うとこかなと。確かに。え、じゃあこのアニバーサリーイヤーにこの場所からを発表できたってこと、はいはい、そう、すごくない？そう、でもそれはね、なんか意図してなかったよね、うん、さっきも言ったけど結構3年後とかに考えてたから。確かに確かに。そう、たまたまこう公開したのが自分の10周年だったっていう感じだったけどね。素晴らしいね。ありがとうございます。なんかやっぱタイミングってあるんだね。まあ、持ってるんで。いや持ってるね、持ってるね。そうそう、確かに全てのタイミングがこう一致して。そうだ ね、すごい。いや、よかった。私もそこに携われて本当に嬉しかったなと。いや本当に素敵ね。今聞いていただきましたけど、すごい素敵な歌声で大変だったんだもんね、レコーディング。もう終わってからいっぱい泣いたから実はね。でもね、今回は本当にいろんなボーカルの人の話はあったんだけど、実は言ってたよ、ね、でも自分がもう、うん、トモさんでってご利用して、ね、そう、それがあったからさ、そう、やってもらったので本当にやってもらってよかった。嬉しい、ありがとう、これからも大切に歌っていきます。ぜひお願いします。あのライブでもね、ちょこちょこ最近歌い出してるんですけど、うん、そうなんです。まあ、もういっぱい喋りたいんだけどさ、もうエンドトークをしなきゃいけない時間でさ、そう、まとめてなのでちょっとお知らせをだけ、ちょっとごめんね、私のお知らせで申し訳ないんですけど、ぜひぜひ。いやいや、ですね、そう、ライブがともさん決まっております。3月26日次のライブですね、土曜日、駒沢大学のキャミテッドにて、トークとライブのゆるワンマン、ともさんと一緒ボリューム4あります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてその後もね、ちょこちょこ決まってるんですが、6月の12日日曜日、渋谷エッグマンにで、ワンマンライブシングアウト、あれシングアウト、そうシングアウトというタイトルのね、ワンマンがあります。そこでもね、この場所からは歌いますので、ぜひぜひ生で聴きに来ていただけたら嬉しいなと思います。いやー、もうね、もう一回ぐらい来て本当に。ぜひ呼んでもらえれば、まあ、トモさんのね、言うことはいかにも聞きますから私。あ、ね、一個忘れてた、あの質問、うん、あのトモさんのファンからの質問、はいはい、トモさんの、ハイチさんしか知らないトモさんの裏話ありますかって。ちなみにね、28分30秒で終わりたい。あのエンドトークで振るか。いや、どうなんだろう、みんながさ何を知らないか分かんないけど、ね、うん、意外と努力家よね。意外と、まあ、あんま見せないかもね。そう、例えば料理とかさ、元々料理めっちゃ苦手やん、うん、俺の方が得意だったし、料理俺好きだから。だ、ね、だけどすごい練習したよね。めちゃめちゃ作れるじゃん。頑張った。そう、だってツイッターとか上がってる料理のやつとかさ、うん、すごくない？あれ普通に。嘘。だから多分あれ料理さしてるからさ、そこに至るのって結構大変なの分かるから。うん、あ、家庭がね。そう、努力をさ周りに見せるのクソが下手くそだけど。だけどやっぱりこうね、歌もそうだけど、すごいこう鍵にすごく努力するっていうのは、うん、まあ、まだ知ってる方多いと思うけど、それはすごくこの15年で感じるかな。ありがとうございます。よかった、最後にこの話が聞けて。あと20秒しかないけど、うん、今日楽しかったですか？楽しかったです。ありがとう。最後雑だな。いや、ありがとうございます。はい、次回の放送4月21日です。じゃあまた絶対いつか来てね。はい、呼んでください。はい、というわけで、シンガーソングライターのトモコのポップポップポップ第3回目、ありがとうございました。はい、また来月お会いしましょう。バイバイ。ごめん、バタバタで。そのままでいいですか？ありがとうございます。